猫は大好き41歳、チョコバニラボーラー、チャンネル略してチョコジャン、ニャンニャン。ちょっとね、惜しいらしいんで、ゴッドフットを目指そうと、はい、そういう回でございます。はい、でもどんななんか表記が気になりますよね。性格とかどうなるんだろう。そうだ、性格とか変わっちゃうんだよ。変わっちゃうのかな。ちょっと今の二面性ありとか書かれそう。さあ、測定士平野歩まないが、はい、あられたところでね、はい、じゃあストレッチしよう。ストレッチね、わからない。ちょっとあの、そう、ちょっと回線域のストレッチを、股関節をね、伸ばす。ちなみにですね、吉富さんはですね、はい、ゴルフ場の寮生活という孤独に耐えられなくなり、辞めました。ゴルフ場の仕事を辞め、本来の理学療法士の仕事をね、バイトですけどね、そうですね、理学療法士の仕事を週に3日ぐらい、3日ぐらい、最近始めたということで、適当にやっております。適当にやってます。理学療法士のアルバイトは時給が2000円オーバーということでね。そうなんですよ。そうですね、週に3日働いてもゴルフ場用に結構稼げちゃうみたいな、そんな感じです。すごいね、っていうかすでにすごいね。何これ、意味あるのか分かんないけど、何気なく今あれだったけど、すでにすごいね。え、何これ、え、これ すごくね。でもちょっと膝曲がってますけどね。あ、本当だ、一応ギリ浮いてんのか。ギリ浮きぐらい。すごいね。すごい。さすが、他人にハードなプレーを求めるだけのことはある。どういう意味ですか。さあ、準備が始まっております。さすが測定士、手際が早い。ゴッドフットへの意気込みをお願いします。頑張り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 ます。ゴッドフット目指して、準備運動して、はい、頑張って測定します。はい、終わりました。はい、終わりました。痛い。終わりました。完了です。1週間ぐらい、うん、やればあれですかね、柔らかくなってくるかも。あ、なるほどね。ストレッチを繰り返してね、ちょっと可動域を広げてからね、1週間ぐらいね。さあ、どうなるでしょう。足は全身筋肉痛なんですよ。全身筋肉痛、まあ、筋肉痛の方がいいのかな、逆に。どうでしょう、スーパーマルチですからね。さあ、どうなりました。マルチですか。ユニバーサルになった。ユニバーサルになった。なんでだろう。やっぱだって可動域はすごいんだけど、あ、でもない、多分左右差なんだよね。あ、そういうことか。うん、あー、でも右のこれ可動域118度だ。左右とも多分120度超えて、左右とも120度超えるっていう、うん、超えつつ、この中心角の誤差が何度以内だったかな。3とかじゃなかった。3ぐらいだっけ。3、4、5へえ以内。もう一発いきますか。もう一発いきますか。ゴッドフット2度目のチャレンジ。さあ、果たしてね、2度目のチャレンジですが、ちなみにスタンスはそういうものではありませんので、よろしくお願いします。でもさ、これさ、一定のリズムだからさ、これの振り幅がでかい人ほどさ、忙しくなるよね。なります。確かに、まあ、だけど最大に行ったとこだから、うん、最大になんか多分止めないようにしてる、うん、なるほど。やっぱでもね、さっきやってる姿を見てたら、やっぱね、右の内側だけがちょっとね、入ってない感じだ。なるほど。はい。なるほど。すげえな、左は131度。左が131の角度域。右が118。あ、右が硬い。あ、右が硬い。うん。
でもそうだね、これ右内線を伸ばすしかないな。右内線か。ね、左右ともにね、外線も同じ数字なんだよね。これ筋トレもいりますよね。わかんない。いらない。めっちゃだって筋肉使うじゃないか。右が多分あと9度内に入ればいける。行きましょう。よくその外線の状態で立ってられるね。確かにめっちゃ不安定になります、外線になると。だって前後の支えねえもん。いけるのか果たして。2000人に1人の逸材ゴッドフットになるのか。そういう遊びとして使われそう。さあ出ました、出ました。え、何ですか。出ました、うわー、 CF 出た。出たすごい、これ写真撮っとこう。うわすごい、本当に出ると思わなかった。来ました、ゴッドフット。あらららら、ら出ましたね。うわすごい。ちょっとじゃ記念撮影、じゃ行きます。はい、出ましたね。今日からあなたはゴッドフット吉富。やだ、略して GFY。 GFY 出そうと思えば出るということですね。頑張ったらいける。はい、すごかったです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、堅実で論理感が強く責任感もあり、どんなことにも誠実に対応するため周囲の信頼が厚い人です。周囲のことをよく把握して仕事や物事の進め方を計画的にできる上に社交性があり、人付き合いも良い。あなたはみんなに引っ張っていく、みんなを引っ張っていくリーダー気質があります。頭脳派ですが直感で決めた時の方がいいことが起こりやすいです。なんか悪いこと一個も書いてなかったね。そうですかね。なんかちょっと短所ですみたいなところさ、必ず1個ぐらい書いてあったけど全然書いてないな。堅実で論理感が強いらしいです、はい、吉田に論理感が強いんですか。可動域タイプゴッドフット、ゴッドフットは正真正銘神の可動域の持ち主。内外旋回角度のバランス、センター角の左右差、可動域の広さ、すべてにおいて完璧な可動域です。トップアスリートとなる気質を持っており、努力次第でどこまでも上達ができる希少な逸材。すごいですね。ありがとうございます。はい、じゃあトレーニングしたらきっとできるということですね。できるということですね。オリンピック目指せるかもしれない。本日はゴッドフット吉富さんの回でした。お疲れ様でした。